はい、松吉チャンネルのまっちゃんとジャガーです。はい、今日はですね、はい、前回実験動画やりましたね。あ、はい、面白いね。はい、はい、で今回の動画の実験動画、はい、まあ検証でもありますね。はい、検証って言った方がいいのかもね。そうだ、そうだね。実験っていうよりかは、もう、検証よりも、まあそうですね。動画になります。まあ検証寸劇と言った方がいいのかもしれないですけど。はい、ちょっとね、最近さ、ほんと乾燥してきて、はい、そうですよね。あの、歌詞も多くなります。はい。そんな中、はい、皆さん、火災で鎮圧方法、間違った方法でやったりとかしませんか？やってるかもしれない。やってるかもしれない。もしかしたら消化してるかもしれない。あのお仕事は違う、ね、うん、それ間違ってる。それ間違ってる。はい、今回の動画は、はい、断じてこれはあくまでも検証になりますので、うん、途中ね、お酒、アルコール類とかタバコ出てくるんで、はい。はい。良い子の皆さんは真似しないで。真似しないようにして。良い子の大人もね、真似してはいけませんから。いい大人もね、真似してはいけないことなんですけども、はい、例です。はい、これ、例えばの話で。悪い例でこうした場合はこうやって消すといいよという。そう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 。動画ですから。そう。で、今回の動画に関しては、はい、皆さんも昔からね、習っている通りの消化方法でやらせていただきますので、はい。お願いします。はい。では、やっていきましょう。早速、はい、レッツゴー。疲れた。さすがのクソ。こっち使いやがったもん。やっぱあれだな、仕事の後は。酒が一番じゃな。ここも一本か。なんか土臭いな。大丈夫ですか？やべえやべえ。大丈夫ね、ちょっと。やばいよ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 。やばい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 。ちょっと。こっちだろ。ごめんなさい、ちょっと間違えました。うわ。うわ。ごめんなさい、ちょっと間違えました。大丈夫ですか。っていうのを蹴って、はい、まあ、こんな感じで、はい、かけないんじゃないけれど、目撃したら、はい、とりあえず、もう、さって言って、はい、さ、水、じゃなくて、まずは、冷静に、はい、はい、で、はい、まあ、これは、茶番はい、邪魔というよりも、ね、絶対か真似しちゃダメよっていう。そう、はい、そう、ちょっとね、まあ広告というか、中国というか、ね、中国っていうよりかはちょっとこういう風に、あ、ちょっと間違えましたじゃないけど、こういう風に消すんだよと。そう、一応一気に近づきしちゃったけど、遠くからだんだん近づいていく。例えばの話だけれど、はい、
これで燃えてました。水ホースね、引っ張ってきました、はい、で離れてます、はい、で、あ、燃えてる燃えてるってなったらこうで、だんだんちっちゃくなったな、ちっちゃくなったなで、はい、こうやってだんだん近づいて、あの火を火が燃えてるところをめがけてこういう風にやっていくんです。はい、はい、これがあくまでも正しいやり方です。はい、応急処置ですね。はい、もしもっとひどくなるんであれば消防車を呼んで、そう、ちょっと110番、はい、119だ、110番って警察から、うん、警察呼んでどうするの、警察じゃ消せないよ、火は。まあ一応119は第一にやること、はい、と自分でできること、鎮圧、はい、ね、鎮圧っていうのは初期消火っていって応急処置、はい、今言ったようにね、はい、やるんです。はい、間違ってもこんな風に人を濡らさない私たちのチャンネルはあくまでも健全、ちょっとね健全な動画なので、はい、はい、ただ今回のにね、はい、茶番入っちゃったんですけど、はい、マジの時はこんなことやっちゃいけないです。やっちゃいけない状況ですから、やっちゃいけない状況に なっちゃうんで、やっちゃいけない状況なんで、はい、やる人多分いないと思うんですけど、火があるところをめがけて、はい、遠くからだんだん近づく、はい、近づく、一気に近づいていっちゃうと、はい、熱がすごいので自分もね怪我する恐れがありますし、やけどするしね、はい、煙吸っちゃうからね、徐々にこうやってやりながら、はい、はい、で手前から順々で奥の方は消防士さんが、はい、ちゃんと見てくれるので、はい、はい、ね、そこはね、はい、ちょっとね今回は、はい、茶番入っちゃったんですけど、はい、そんな感じで、はい、はい、やって、茶番をやりつつも、はい、で活動っていうのはこういうことだよってことです。そう、まあ、僕らがやってるのはあくまで応急処置ですから、応急処置で、もっとひどい場合の炎なんかはもう、うん、消防車に任せていただいて、消防士に任せていただいて、うん、僕らのできることをやろうという、そう、僕らでもできます、はい、これは曲ですね、これね、野焼きの場合だったら、はい、周りにホース水道がなければ、はい、木の棒でもいいです、はい、木の棒を探して、ここ、あ、ここにあった、例えばの話だけど、はい、こういうね、長い木の棒ありました、はい、で、これ燃えてます、燃えてる手です、はい、で、燃えてる手でこうやって強くこういう風に叩くだけでも、はい、木の治安を潰してきます、はい、旦那の汁叩くようにね、はい、そう、こうやって周りをこうやって叩くことによって、はい、できます。それだけでも違いますからね。そう、燃えてたら枯れ草をどかして、はい、こうやってでやります、はい、で、こういう方法で鎮圧もできますので、はい、水もねかけなきゃいけないのは当然なんですけども、はい、周りに水ないっていう状況だったら木の棒とかも、はい、長い棒でもなければちょっとそれはしょうがないので、そうですね、燃えないんだったら、はい、あくまで応急処置という形で、そう、土でも消火できるっていうんですけど、ね、土はねあんまりよろしくはないと思うんです。まあ僕らでもできる、そう、初心者でもできるような、そう、応急処置を、そう、僕らは今やってるわけです。はい、水道とホースがあればつなげて、はい、下がって、はい、長い木の棒ね、こういうようなものがあれば、はい、こうやって叩いて枯れ草を、燃えてないやつね、はい、どかして、そこもね燃えてたらいけないので、こうやってちゃんと叩きながら、そうですね、はい、鎮圧するっていうのも、はい、はい、で落ち着いて誰かに通報してください、はい、言って、そうですね、はい、でしてくれそうになかったら自分からやってもいいので、まあそうですね、はい、まあ、ということでね、まあ以上ね、うん、今回の、ね、うん、動画いかがだったでしょうか。ね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。酔っ払ってまーす、ね、はい、決してね人に水をかけないようにしてください、はい、できればね、はい、真似しないで、皆さん真似しないでくださいね。ちゃんとした正規も、はい、やり方でやってください、はい、ではまた次回の動画で会いましょう、はい、さようなら、バイバイ。